君をもうトライメライファイナルファンタジー10-2実況プレイ、皆さんはこんにちは、ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は、通信スフィアで、まあ、ちょびっと各地の様子を見て、ユーナがあのヌージさんたちに地上は頼むって言われたんで、なんとかしようっていうことでコンサートを開くっていうことが決まったんですよね。まあでもそれは一旦置いといて、また各地の通信スフィアを見ていく形になります。じゃあ早速見ていきましょう。今回まず初めに見るところは前回と変わらず B サイドですね。 B サイドから見ていきたいと思います。はい、じゃあコネクト。あー、びっくりした声が大きい。走り回る輪っかを映すそうなんですが、どこにいるのやら。ないな。お、ちっちゃい子が。もういいかい、まただよ。かくれんぼかな。輪っかの輪の字も見えないぞどこにいるんだ。あ、間違えた。やっちゃった。もう一回接続します。お、来た。何回か映像を切り替えるみたいですね。どうしたわか挙動不審だけど。生まれそうなの。いや、まあなんだ、まだなんだ。でもあれだ、そのじっとしてられなくてよ元気だな。わっかさん、落ち着いて。それ言われたの8人目だ。落ち着けお父さん。これで終わりなのかな。一応コンプ率が上がる、セリフがユーナの生まれそうなのっていう言葉なので、まあ、一応これでコンプ率は上がったと思います。で、また何回か映像を切り替えるのかな？ということで引き続きビサイドを見ていきたいと思います。ブリッツ始めるの？魔物が出たり派閥争いが起こったりで世の中騒がしいからね。スピラを一つにする方法何かないかと思ってさ。そんな時こそブリッツっす。うん、頑張ってね。いやー久しぶりだね、おおらかのみんな。1、2、3、5人しかいなかったっけ。まあでもそうか、そこに10の時 T だと輪っかがいたんだもんね。練習に励んでますね。今のってさ、これちょっと違うかな。ティーダのあのジェクトシュート練習してんのかなと思ったけど、ちょっと違うか。お、びっくり。どうした。あらららららら。蹴るなら蹴るって言ってよ肝心なとこ映してなかった、ごめんね。どこ行くんだ。なんか包帯とか持ってくんのかな。全然戻ってこないけどいいかな、切り替えちゃって。よし、また切り替えます。ちょっと目を離すとすぐにボール遊びだ。すいません。ふん、
あれ、そのまま行っちゃうのかな。カラスを目に見つめてるよ。転がしてあげるくらい良かったんじゃないか。悲しくて中入っていっちゃったしね。悲しくてか分かんないけど。で、今のベクレムさんのちょっと目を離すとすぐにボール遊びだっていうセリフを聞いたら、一応コンプリッツの上昇に関わるイベントは終わりかな。もうちょっとだけ見てみようかな。いやでも下手なことせず次のとこ行こうか。次はキーリカです。キーリカのキーリカ寺院を見ていきたいと思います。コネクト。さてと、キーリカ寺院の隅っこってこれ入り口に設置されてる感じですね。ちょっと待ってないといけない感じかな。とある人が出てくると思うんですが、その人物を待ちましょう。お、来たよ。はい、今回の目当ての人物はバルテロです。ん、どうした？全然喋ってくれないんだが。ジーンの様子はどう？魔物はもう出てこないんだが、バラライ議長がいなくなってみんな不安がってるんだ。そんなことよりポルトキーリカは、青年同盟はしっかり街を守っているのか？同盟の方もリーダーが消えて混乱してるの。一大事じゃないか。そんな時に俺と来たら、寺院にこもって情けないドナー。うわ、大声すぎて壊れたし。なんてこった。はい、でキーリカは、バルテロのバラライ議長がいなくなってみんな不安がってるんだっていうセリフを聞きたかったんですが、もうなんかすっごい待ったんだけど、何あれは準備期間なのかな。全然言ってくれなくてすごい時間待ってたんですが、まあいいか、無事聞けたんで。じゃあ次、未変街道行きます。やあやあ、お久しぶり。おや、何かあったんですか？このところ未変街道では奇妙な事件が多発しておりまして、ホバーが何者かに破壊されたり、機械が突然暴走したり。そこで調査に出向いたのですが、手がかりを探すのも一苦労です。ユーナ様、お忙しいこととは思いますが、ぜひ調査に協力していただけないでしょうか？はい。で、リンさんのこの申し出にはいと答えましょう。おお、それは助かります。これで事件は解決したも同然ですな。でもどう協力すればいいんですか？調査のため街道の各所にいわゆる通信スフィアを設置しました。何か映ったら私に報告してください。R2 で通信スフィア切り替え、×でリンを呼ぶ。はい、じゃあここで、まあなんか事件といいますか、あるとある人物を犯人にするためにイベントをこなしていきたいと思います。まずは調査段階1が遺跡。 R2? あれ押してんだけどな。あ、丸を押さないとダメか。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ切り替えてきます。まず遺跡いきます。
まず遺跡が見れる範囲がちょっと狭い感じかな。何をやってるんだろうこの子。まずここで重要なのが、ストーリーレベル2でリュックが遺跡から飛び降りているシーンを見ていないとダメみたいなんですよね。一応見てるはずなのでやり直したとはいえ、あ、呼べばいいのか。呼ぶ。調べてみましょう。おや、作業機械に何者かの足跡がついていますね。はい、でこれでリンがマキナについた足跡を発見する。で一応ミッション、ここは OK ですね。次振動いきます。もうそのまま呼んじゃっていいかな。一応見回してから呼びますか。うん、見覚えのあるとこですね。お、びっくり。お呼びですか。ふむ、ここから何かが崖下に落ちていった痕跡があります。はい、で、ここではどうやら事件の核心に近づいているようです。ほう、なるほど。さらに調査を進めれば新たな手がかりが得られるかと。OK、 これで一応調査段階1が終了ですね。ではでは次調査段階2がホバー落下点を見に行きます。ここがさっき見ていた先って感じですね。おお、なんだなんだ、いっぱい来たぞ。とりあえずまた呼びましょうか。調べてみましょう。おお、これはいけません。あ、人が茂みに倒れていたところを機械たちが発見したようです。優秀な子たちだ。幸いごく軽傷です。しばらく様子を見て安全なところに運んでおきます。頼みます。はい、これでリンさんが怪我人を発見する。で次、次がシンラが落としたスフィアを見ていきます。これがストーリーレベル3で、シンラくんが通信スフィアを落としたシーンを見なきゃいけないんですって言ったのがここで生きてくるんですね。で、これがまあそのまま落としたところって感じですね。呼んじゃいましょう。おお、身軽ですね。お呼びですか。おや、こんなところにも通信スフィアがあったのですね。ご覧ください、この作業機械にも足跡があります。これはおそらく、これは失礼、確かな発言は控えるべきですね。どうやら事件の核心に近づいているようです。さらに調査を進めれば新たな手がかりが得られるかと。 OK、 これで調査段階2が終了です。次、調査段階3で旅行行使前なんでここでいいですね。はい、ここに行きたいと思います。で、調査段階2で怪我人を発見している場合にリンさんを呼びましょう。お、いるけど呼んでいいのかな。お呼びですか。先ほど弓道で倒れていた人物ですが、救助中に奇妙な上言を口走りまして、非常に貴重な情報でしたの内容を教えてくれないっていうねしかもそこにほっとくんだ。頼むよリンさん。はい、
して次、旅行講師裏に行きたいと思います。で、まず屋根をズームすると、お、いたいた。なかなか行動を起こしてくれませんね。かなり長いこと待ってるんですが、本当は屋根をズームすると修理作業をしている男性が転落するみたいなんですけど、ちょっと結構待ってるんですが、何もアクションないんで呼んじゃいましょうか。お、なんだ、呼べばよかったんだね。何かお気づきで？怪我はないようで何よりです。作業機械も無事のようですね。衝撃で調子が悪くなったら一大事です。機械、衝撃、ふむ、どうやら事件の全貌が見えてきたようです。以後は私の方で裏付け調査を進めておきます。ユーナ様、ご協力感謝します。はい、これで多分、ここでのミッションは終了かな、ということで戻りましょう。で、ここまで終えて 64% はいになぴったしになっていれば成功なので OK ですね。もうちょっと先を見ていこうかな。時間もちょっと余裕あると思うんで、多分カットしてるんでね、待ち時間。じゃあ次ルカに行きます。各地で組織同士の対立が起きていますが、あなたはどう思いますか？組織の上に立つ人たちにはもっとしっかりしてほしいですね。これからのスピラーがどうなるのかちゃんと説明してほしいです。何今の？変な妄想に繋がってるし、ジャックされたんかな。あ、戻ってきちゃった。でもまだ聞けていないので、そのままルカに接続しちゃいましょう。エボン島が喧嘩するのは勝手だけどさ、人に迷惑がかからないところでやってほしいよな。故障中って出てる割にはなんか繋がるには繋がるんですね。はい、続いてもう一回見ていきましょう。なると違いますか。これはやっぱなんかテレビ局っぽい感じの人が持ち歩いてんのかな。で、今のブリッツボールが再開したらどうにかなるんと違いますかっていうのを聞けば、とりあえずコンプ率は OK です。ではジョゼ行ってみようかな。なんか他にもいろいろ見れるやつがあるみたいなんですけど、とりあえずコンプ率上げるやつをささっと見ていきたいと思います。あ、こっちに気づきましたね。わひよひ四男キセミウだ。
ヨヨマガミゲフーズが。おにゃはキップルダミハミオマクアンガダ。ガエシレミエミライハルセコ。ギズンオワサヤベアンダネセフゾン。ホエダアルベドオヨヨノミチが。お、大事なものアルベドゴ辞書、第2巻をゲット。まあギップルがいなくても自分の判断で考えて動くのがアルベドの心意気だ的な感じでしたね。はい、でこの人のあちこち混乱しているがここは大丈夫だっていう言葉を聞いたらとりあえず OK です。ではでは次がグアドサラム行きたいと思います。これはアジト前ですね、ルブランの。なんせこのカメラがちょっと動かしにくいんですよね。ズームしちゃえば出てくるかな。お、来た。ルブランは？お嬢は留守だ。実はアジトを飛び出しちまったんだ。ルージの手がかりを探しに行ったらしい。今佐野が捜索に行ってる。な、あんたら何か知らないか。ごめんなさい、確かなことは何にも。そうか、何か分かったら教えてくれよ。落ち込んでんな。しかしけなげだ。何やってんの？行っちゃった。見張り頼んだぞ的な。はい、で右脳の、実は、まあ、ルブランがアジトを飛び出しちまったんだっていうセリフを聞いたら OK。 では次雷平原行きたいと思います。よっと。この悪天候の中でもきちんと作動するんですね、通信セフィア。あれ、ここにおいるはずなんだけど、お、これだ。右側にいるチョコボをズーム。あ、チョコボ。かわいい。捕まえる？そんなことできるの？新発明の転送機能だし。おお素晴らしいな。おお、チョコボを飛空艇に収容しました。へえ、すごい。これで新発明の転送機能だしを聞けば OK なんですが、1匹目も多分これもう一回切り替えるんかな。2匹目のチョコボがいますね。問答無用でこの子も転送されるっていう。チョコボを飛空艇に収容。どうしたの？転送機能いかれたし。まあでも2回も成功したんで OK でしょう。あそこに宝箱見えるよね、あれが気になるな。はい、これも一応かかるのかな。とりあえず2匹目のチョコボを転送した後この機能が故障するみたいです。で次マカラーニャの森行ってみよう。あ、間違えた。よかった、キャンセルできた。まあ、見ても多分いいとは思うんですがね。旅行講師行きます。久しぶりにここですね。お、来た。どう、調子は？いらっしゃい。大赤屋、よろしく。お店の方は大丈夫？ねえ、まあまだね。なんせ
ここらは魔物ばかりでなかなか客が来ねえんだよ。でもよ、俺はこの店を守るって決めたんだ。見てろよ、今に凛の野郎を追い越してスピラ中の旅行講師を全部大赤屋支店にしてやるからな。頑張れ、燃えてますね、夢に。お、頑張れ。またね。このいらっしゃい大会をよろしくっていうやつが借金を全額返済している場合に見れるようです。で、これがまたコンプリズに関わってきます。 OK、 マカラーニャの、あ、入り口も見なきゃですね。入り口、はい、見ていきたいと思います。ここは入り口か、そうだよね。あ、ん？いないな。おお、びっくりした。オラたちネムネムしていたら不思議な夢を見たっぺよ。祈り子様が言ってたんだよ。大地を揺るがす大きな力に引き込まれちゃったってさ。ねえねえ、どういうことかな。スピラを守った祈り子様も滅びの力に敗れ去る。この森もまた滅ぶだろう。そして我らもまた同じ。このベライさんたちはどこまでも不思議な人たちですね。祈り子様と交信できるっぽいけど。はい、でベライさんのスピラを守った祈り子様も滅びの力に敗れ去るというのを聞いたら OK です。ではビーカネル砂漠行ってみましょう。ビーカネル砂漠の発掘キャンプに行きます。はいはい、やってきたよ。相変わらずやってますね。お、ナダラさん久しぶり。ん？ナダラさんのセリフが聞きたいんだけど。もうなんかね、セリフとかの発声条件がなかなかよくわかんなくて、一応やってるつもりをなんだけど、うまく反応してくれないというか、そういう時があるんだよね。そっちの様子はどうですか。今日も発掘日和さ、みんな精出してるよ。ただね、このところ砂漠にとんでもない魔物がうろついてるんだ。ねえ、何とかしてくれないかい。手が空いた時でいいからさ。え、そうかいそうかい、退治してくれるかい。それじゃよろしく頼むよ。押し付けられちゃいました。勢いに揉まれやすいし。確かに頼まれたら断れないタイプだもんな。でこのところ砂漠にとんでもない魔物がうろついてるんだというセリフを聞いたら OK。 じゃあ次、ナギ平原と、一応ガカゼットもちょっと見て、今回そこで終わりにしようかな。ちょっと意外と長くなっちゃいそう。なんかこのストーリーレベル4はこんな感じで通信スフィアを見ていく感じなので、あんまり動きはない形になりますね。セリフを聞いたりする感じなんで。まずナギ平原旅行講師見ていきましょう。はい、4回目の接続かなになります。そんでまあ、これをコンプリツには関わらないんですが、
お、持ってますね、宝箱。また元の位置に戻すと。はい、で、どっか行っちゃったぞ。この、宝箱を隠す息子の父親、まあなんか隠して置いてましたよね。これがコンプリッツには関係しないんですけど、ストーリーレベル5になった時に、まあちょっとしたことが起こるという感じになってます。この女性が訪れてるのはあれかな、あの息子さんの嫁探しがうまくいってる証拠なのかな。 OK で、多分これを見たら大丈夫です。次、凪平原のチョコ牧場行きたいと思います。この映像が見れるのが、チョコボをストーリーレベル4に入る前に捕獲していた場合と、チョコ牧場に通信スフィアを設置していた場合になります。チョコボが1羽でいいのかな、鳥だよね。お、来ました。チョコボかわいいな。チョコボかわいいな。これだけか。はい、でこのクラスコくんのチョコボかわいいな、チョコボかわいいなが、コンプリッツに影響してきます。 OK、 とりあえず次のガガゼットさんの映像を見て終わりたいと思います。ガガゼットさんの3問ですね。コネクト。これがロンゾの出陣を阻止せよをコンプリートしている場合に見られるイベントになります。ストーリーレベル3かな、うん、多分ガリクだっけの出陣を止めたと思うんですが。ねえキマリ、今度コンサートを開くんだ。ロンゾの人たちと一緒に見に来てよ。それはできない。キマリには長老の務めがある。本山を離れるわけにはいかない。そっか、キマリにも聞いてほしかったな。キマリには聞こえる。歌は心をつなぐもの。ユーナが心を込めて歌えばキマリの胸に必ず届く。キマリはそう信じている。そうだね、そうだよね。やってみるよキマリ。キマリはいいこと言いますね。そういえばそうだよね、天において結構歌って重要だったよね。あの天2ではまあもちろん歌姫のドレスフィアがあったりとかまあいろいろあるんですが、天だってさ、その最後のエボンジュとかを倒す前、あのシンを倒すときに祈り子の歌が必要だったわけじゃないですか。でみんなで歌ってくださいっていうのをやってね、みんなで世界中のスピラーの人と協力して倒したわけですが、そっか、歌が心をつなげてるってそういうことか。深いな。はい、でここまで終わったら一応 65.8% になっていると思うんですが、まあ小数点以下は見えないので、まあ、時間も長くなっちゃったから今回はここまでにして、次また次回も通信スフィア引き続き見ていきたいと思いますが、コンプリッツに関わるのがまだ結構あるのか、うん、他の通信スフィアもまたちょくちょく見ていく形になると思うので、攻略サイトさんの方に従っていきたいと思います。はい、まあ一人だけ理解してる感じでちょっと申し訳ないんですが、まあこのまままたお付き合いいただければ幸いです。では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。